はいどうも、 VIP です。やっていきましょう。 VIP です、よろしくお願いします。 VIP ですがですね、本日の動画はですね、サムネタイトル見てもらったら分かると思うんですけども、エキサイティング岡本和真選手使ってみてありがとうございます。いやもうね、史上最強の岡本和真と言われてます。はい、こちら、はい、こちらですね。まあ岡本和真選手ね、おそらくですけどシリーズ2能力上がるんですよ。多分ね、ミートも上がりそうな予感がする。ただこのね、第3特殊能力がどうなるか分からないじゃないですか、シリーズ2が。でまあこの熱気は本当にこのパワー中アップで 80% なんで、これ岡本選手全発動したら多分パワー99いくんじゃないかな。どうなんやろ。とりあえずちょっと今から称号チャレンジでミート上げたいんですよね。やっぱりミート上げてリアタイで使いたい。僕ね、最近右打者打てるようになってきたんで、ガチで岡本選手ありなんですよ、本当に。でまあ守備もいいしな、やっぱ岡本選手最強サードやな。まあ一応 TS で TS 第3弾、もうすぐ多分 TS 第3弾来ると思うんですけども、その TS 第3弾で中村典弘が来るんじゃないかなと言われてます。僕わかんないよ、僕全く予想できないって、なんか他の配信者が言ってたんですけど、ただ僕中村典弘選手、まあ右打者打ちやすくなってるから、まあ中村典弘選手でもいいか。まあ いや、とりあえず今日は岡本選手使ってみたらんで、早速称号チャレンジいきましょう。横本和馬ですね。はい、横本和馬4枚あるんで、横本和馬選手ということで、まあそうやな、まあ星3のあれでいいや、あの高級筆打でいいよ。うん、さあ来い、星3。ああ4やった。ああ、まあまあまあ電光石火ありやな。まあまあけど、まあ本あるし、まだ行こうか。パワー上がってもいや、まあ何でもいい、バズーカがいいかな。バズーカ星3。いな、ズーマーさあお願いします。星3でいいよ、星3来い、星3。いな、ズーマー。ラストいきます、ラスト。これも、これはどうですか。星3。勝利の使者。ごめんごめん、今ちょっと集中してなかった、ごめんね。携帯見てました、すいません。さあ行きましょう、先行ですね。ちょっとね、話したいことがあったんですが、先行の相手守備よ、参ってるし、やった、もう参ってる。こんなもう途中で参る方は絶対に勝てないよ。あ、けどお願いしてきた、お願いしまーす。さあパー94、 OK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 、 まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが、落ちる落ちる、よし、ナイスヒットやん、ナイスヒットでしょね、えめちゃめちゃナイスヒットやんか今の。打てればええねん、打てれば。はい、飛ぶよ大山、飛ぶよ、よし大山飛ぶよ、大山ぶっ飛んでるからね。いや昨日さ、あの俺動画見てくれました、あの藤井選手の動画で、その藤井選手の動画出した時にタイトルが、その一発目最初の5分くらいタイトルがね、昨日の日付やったんですよ、20230616みたいな感じで。でもコメントとか、あの DM で、ビッシュさんタイトル間違ってますみたいな、タイトルやばいですよみたいな感じで、え、俺なんかエロいタイトル書いたかなと思って。あーもう集中してないから、もう間違ってこうエッチの動画でも上げちゃったんかなと思って、でも慌てて見に行ったら、まあ普通の動画やったんですけど、僕ね、あの動画書き出すときいつもね、その日の動画、その日のあの日付で書き出すんですよ動画で。昨日の動画やったら20230616みたいな感じで、で今日の動画やったら今からやったら多分20230617みたいな感じで、その投稿日の日付にするんで、でそのままやったんですよ、タイトル変えてなかったんですよね。よし、なので、その間違えてそのまま出してしまったみたいな感じで、タイトル変える前に出しちゃったみたいな。予約投稿してたんで、昨日ちょっと外出てたんで、もう予約投稿できるんですよ、YouTube って。7時半に設定して。だからそのまま出ちゃったって感じ。でも慌てて、その、出先で、もう携帯でタイトル変えたって感じだったんですよ。ほんま焦った、もうドキッとして、もう DM めっちゃ来ててさ。で、コメント見たらもうね、タイトルってずっとタイトルばっかりやって、マジで。もうタイトルのゲシュタルト崩壊しました。もう途中でコメント見ながら、え、タイトルって何やったっけと思って。このカタカナ4文字どういう意味みたいな感じでずっと思ってた。もうそれぐらいタイトルって書かれてて、だけどそういうの教えてくれるのありがたいから、ほんと助かりました。マジで気づかんかったらずっとあのままやった、タイトル。ある意味あのタイトルのままやったらもっと伸びてたかもね、動画ね。やばい、パチパチちゃうねん、パチパチ違う、焦って、もっとパワー70台の坂倉にホームラン打たれてんねんから、もっと焦らんかい。うい、さあこれ回ってくるね。いや坂本勇人で打たないといけない、ね、いやー惜しい。いやてか昨日坂本勇人ホームラン、あのサヨナラホームラン見た、みんななあ、マジ興奮した、ほんまにやばい、めちゃめちゃかっこよかったな、ほんまに。やっぱ坂本勇人はかっこいいよ、みんなマジで。最初の不調が嘘のようにね、やっぱ戻してくるよね勇人は。ちょっと E ファスピッチだけで抑えてみた、今からちょっと緊急で動画撮影していい、さあ E ファスピッチしか投げない。E ファスピッチ縛りいきます。うわマジか、もう雲行き怪しいぞ、おい、はい、
すいません、企画終了。さあ、相手の方点取ってくれたおかげで岡本選手の2打席目が回ってきた。これマジでホームラン打つ。まあ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 、いやけど岡本選手やっぱいいな、うん、やっぱ打ちやすいよ。どうしようこれ、ちょっと右打者も打てるようになってきたから岡本入れる。大山外したくないもんな。まあバースもちょっとスピリッツ負けてきたし、バース外すか。バーススピリッツ4100やしな。大山外そうかな。俺さ、でっかいこう更新が来るときとか、でっかい更新が来た後とかって、そのパチンコスロット行くんですよ。それはなぜかっていうと、そのあの育成、言うたらまあ5時間、試練って5時間あるじゃないですか。その5時間走るのに、パチンコスロットで時間、こうなんていうかな、打ちながら試練をやるっていう、まあ、要するに略して行くパチ、行くパチって言ってるんですけども、そういうことをするんですけど、僕、昨日それでだからエキサイティング来たから、選手育成しないといけないからっていうので、ナイスバッティング。選手育成しなあかんから行ったんですよね。で、にゃんこ大戦争って皆さん知ってます？だからにゃんこ大戦争っていうアプリがあるんですけど、それのスロットがあるんですよ、にゃんこ大戦争の。でそのにゃんこ大戦争のスロットを打って、僕昨日9200枚出たんです。はい、あれ広角で出たこれ今、見てなかった。9200枚、やばない。投資は500枚ぐらいなんですよ。はい、投資500枚ぐらいで、伊勢投手行こう。投資500枚ぐらいで9200枚出たんで、まあ、めちゃめちゃ勝ちました。はい、金額にしたら十数万ですよ。アルタマス、はい、にゃんこ大戦争のアプリやろうかな。伊勢選手めっちゃ通用すんねん、マジで。ほい、おかしいなおかしい声って、オカディぐらいあるよこれ、マジでな。オカディぐらいあるよこれ。おかしい声って、いや、オカ F かな、オカ F ぐらい。え、うまないな。え、ちょっと待って、 お兄ちゃん呼んだやろ。朝の6時42分やぞ。お兄ちゃん起こしたやろ。眠い目こすって出てきたお兄ちゃん。ねえねえ、ちょっとVIPが来て負けそうだから、お兄ちゃんやってくれない？もうって寝てんねん。もう頼む、お願い、やって。もうしゃあないな、あのお兄ちゃん出てきたパターンやこれ。伊勢選手のケツは松井選手が拭いてくれましたわ。はい、さあ岡本選手、いやー全出し。うわ、マイナスミート12はきっちいなこれ。山本由伸マジか、ミートちっちゃ。夢あふれるフィールド、力持ちの岡本、ずーっとの沸かす永遠の、あーあいやーもうちょっと集中しろ、ほんまに。夢あふれる力持ちの岡本な、何も、しゃ、いやちょっとアベレージヒッターと化してるな。岡本和真アベレージヒッターのところついとんか。大山えぐい。これもう一回回ってくるぞ、4点取られてるからワンチャン。岡本えぐ、岡本ちゃうわ、大山。大山いつもさ、使ってみたの選手の存在感消して回るんやけど、打ちすぎて。ピップの大山チートすぎんってコメント結構あるよ。これ逆転するわ。いや回ってくる回ってくる、これマジで回ってくる。ここアウトになりたくない。いやけどまあ次の回点取られんかったら回ってくるのか。点取られると回ってくるのか。うわ来た、えぐい。これもう風 5m、 村上パワー99、そりゃそうやわ。いや坂本勇人もそのまま敬遠しちゃってもいいよ。敬遠しちゃって坂本勇人もしちゃって、ある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 、フォアボールでいいよ。いやーナイスボー、ナイスボー、超えろ超えろ、よしよし回ってきた。岡本かズマ回ってきた。よし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 、出ろ。全出し来た、全出し来たってミート下げられてるけど、パー、剣やめて、剣やめて、絶対剣やめて。よし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 、オッケーオッケーオッケー、広角出た、タイピンで出ない、よしいける。おいおいおい、いけいけ、もうないと思う、リアタイ多分。え、やばい、え、めっちゃ嬉しい。ちょっと待って、めっちゃ鳥肌立ってる、やばい、やばい、鳥肌やばい、鳥肌が、なんかめっちゃホームラン入りやすいらしいけどね、エスコン。どう？どう？うわっ、くっそー、実況席のとこ行ったやん、今、ライトにある。どう？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 よー！
がね、岡本和真でライト戦、しかも広角出てない、えぐい、エスコン狭いんかな、えぐせで、いやもうね、集中したらこうよ、もう、え、ちょっと待って、今ダルさんと大谷、え、え、今あったる、今何か、あよしよしよし、あった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 、あっこにあんの、え、ほんまに、ちょっと俺も行ってないから分からんねんけど、さあ次レフトに勝ち込もうぜカズマ、いける、入る、いやー、まあ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 、いやー、いい、え、でも全部打ってない、岡本、あれアウトなった、えぐっ、